どうもこんにちは、大峰です。今回は発売されたばかりの iPad を業務利用を前提に iPad Pro と比較していきながらレビューしていきます。単純なベンチマークだけじゃなくて実際の使用感だったりディスプレイの問題あとは Apple Pencil の遅延なんかについてもしっかりとチェックしていきます。 まず今回僕が購入したこの iPad は w i f i モデルの 128GB 版です。これを1月に購入したばかりの iPad Pro と比較していきます。見た目や重量などに関しては最近の iPad や iPad Pro なんかはほとんど変わらないんでこちら省いていきます。iPad の新型と旧型の違いは w i f i モデルに関して言えば CPU がアップデートされたこととこれまで iPad Pro 専用だった Apple Pencil が使えるようになったことです。で注目すべき点は2つ。 CPU に A10 フュージョンチップを搭載しているということとディスプレイに iPad Air と同じようにフルラミネーションディスプレイを搭載していないということです A10 フュージョンチップは iPhone7 に搭載されていた CPU でそれなりに性能は高いんだけど iPad Pro に搭載されている A10X フュージョンチップのようにより多いコアと高い GPU 性能はなくて実際に Geekbench を使ったベンチマークテストでも iPad Pro と比べると GPU 性能が半分以下になってたりします。これによってゲーム性能が劣っているっていうことはすぐにわかるんですけど、問題は普段使いは問題ないのかということです。で、もう一つの注目点であるディスプレイ。フルラミネーションディスプレイを搭載する iPad Pro と違って、それを搭載しない iPad だと、ディスプレイの表面と液晶の間の隙間が広くなってしまうため、ガスにそれが影響したり、 アップルペンシルで文字やイラストを描いた時にペン先と実際の描画部がずれちゃうっていういわゆる示唆が発生してしまう可能性がありますそれに加えてディスプレイのリフレッシュレートも iPad Pro の最大 120Hz から半分の 60Hz になっているのでそこら辺がどう使い勝手に影響するのか気になるところですまなぜかっていうとその新型 iPad の最大のポイントってアップルペンシルが使えるようになったことだと思うんで今回はそのアップルペンシルを組み合わせた え上での使い勝手を重視してテストしていきましたまず最初に、えー、普段使っている Chrome や Apple 純正のカメラアプリと Keynote で使い勝手をテストしてみたけどまあさすがは a 1フ f ージョンチップですよ、えー、これくらいじゃ全くもたつこともなくて快適そのものでした特に Keynote ではプレゼン中に Apple Pencil を使って画面にスケッチができるようになったんですけど これだけのために iPad を買ってもいいんじゃないかっていうくらいに便利で使える機能なんでビジネスマンにはもうめちゃくちゃおすすめです。逆に普段あまり使うことがない Google Earth を使って比べてみると一見同じような速度で動作しているように見えるんですけど、えー、画面をそ、えー、高速でスクロールしていくと iPad の方が少しかくついたり描画が遅れることがあります。まあここら辺はさすがに GPU 性能の違いがはっきり出ている部分と言えるのかもしれません。 ディスプレイを比較すると iPad Pro の方が色が鮮やかで高画質なんですが iPad でも正直十分高画質です少し青みがかってはいるんだけど、まあ、視野角も広くて色の変化も少ないで、これぐらいなら業務での写真加工は厳しいんだけど作品制作程度であれば十分使えるレベルかなと思いました ライトルームを使ったローデータの現像ではパラメータを変更した瞬間に少し反応が遅れるくらいで実用上問題はありませんそれからフォトショップに近い機能を持つ写真加工アプリのアフィニティフォトっていうのが iPad にあるんですけどそれを使ったテストでも特定の重い処理の際には差が出たりするだけでそれ以外の動作は快適で引っかかりもなく自由に写真編集を楽しめます。 そして動画編集なんですけど iPad だと 4K サイズでの撮影に対応してないんであの別のデジカメで撮影した 4K データを使って編集してみたところ普通に編集できるどころか iPad Pro との違いを見つけられないくらい快適に編集できてしまったのは少しだけ意外でした動画編集には CPU のコア数だったり GPU の性能がかなり重要になってくるんですがここら辺は処理の問題なのかもう少しテストしてみなければわからないのかもしれません でここまでは iPad のいい点ばかり説明してきましたが実はこの iPad にも残念な点が3つあってそれが全てこのディスプレイと Apple Pencil に関係しています1つ目がこのタッチ部分と実際の液晶部分のこの間の隙間が少し大きくて Apple Pencil を使った際にちょっとした違和感がありますこれは2台を厳密に比較しないと分からない程度ではあるんですけど アップルペンシルを使って文字なりイラストなりを書いたとき、どうしても iPad Pro と比べてペン先と筆跡がずれていると感じる瞬間があります iPad Pro が例えば紙に書いているとすると iPad は一般的なタブレット PC に書いているといった感じです iPad だけで使っているなら気づかないとは思うんですけど iPad Pro を使い慣れている方が使うと同じような違和感を感じるかもしれません二つ目はこのアップルペンシルで iPad にイラストななりり文字なりを書いている時の音が大きいっていとうことです多分原因はディスプレイと液晶の間の隙間が大きいことによるものだと思うんですけど何ていうか少し脆いプラスチックをたたいているような感触とコツコツと響く音が iPadPro とは明確に違っていてその違和感には最後まで慣れることはできませんでした。 iPad Pro の場合だとカチカチもっと硬い感触の音がするんですけどそれに慣れちゃってると少し辛いかもしれませんそして最後にその Apple Pencil を使って描画している最中に遅延が発生することが少し多いかなって感じた点です Affinity Photo や Procreate みたいな描画性能の高いアプリは問題ないんですけど僕は普段利用しているメモアプリなんかと割とゆっくりと書いただけでも 比較ししなくてても遅延しているるのが分かる程度には発生しますこのアプリのレビューを読むと初代 iPadPro のユーザーでも遅延しているということが書かれているんで、まあ、別に iPad の性能が不足しているということじゃないとは思うし、まあ、今後のアップデートで解決されるのかもしれませんが、まあ、そんな事態を避ける意味でもオーバースペックでもいいから iPad ではなくてより高性能な iPadPro をチョイスするというのはありなのかもしれません。 ディスプレイやアプリの使い勝手と Apple Pencil 以外だとカメラやサウンド性能に関しては iPad Pro が明確に上位グレードとして存在していますが個人的には iPad でも特に不満はありません。もちろん iPad Pro の方がスピーカーの数が多い分、まあ、動画コンテンツを見るときなんかは迫力があってぼっち抜け感は得られるしカメラはカメラで 4K 撮影フラッシュ手ぶれ補正なんかがついていたり高画素だったりでいいのはまあ間違いないんですけど iPad の購入を考えている人はこの2つの部分でどちらを購入するかって決めることはあまりないだろうし iPad の性能で十分とする人が大半という気がするくらいしっかり音が出るししっかり撮影できます最後に小さいことではあるんですが iPad Pro にはあって iPad にはないものそれがこのスマートコネクタっていうこの側面にある3つの端子でここにこのオプションの スマートキーボードを装着すればキーボードにもなるしキーボードもなってなおかつカバーにもなるっていうこういう機能が使えるようになっているのが iPadPro の一つのまあ特徴でもあります。でこれはまあ文字を大量に打つ人なんかだったら、まあ、非常にこう、まあ、便利に使えるかと思うんでまあその購入、まあ、iPadPro を購入されたらぜひ購入してもらいたいオプションではあるんですが、まあ、これが iPad にはないと。 まあでもサードパーティーから無線式のコンパクトなキーボードはたくさん出てるんで、まあ、iPad Pro じゃゃななきといいうことはないです今回いろいろなアプリでこの iPad の、えー、性能をテストしていきましたがテストの最中で感じたことはやっぱりこいつに搭載されている Fusion チップのの性能の高さですかなり快適に使えるんでこの iPad プロと比較してもその普段使いの範疇ではその差が全く、えー、出ることが意識することがありませんでした。 まあだけどアップルペンシルを使った作業に関してはその GPU 性能だったりとかまあメモリの量だったりとかそういったのが関係してくるとは思うんですけどもやっぱりその若干ながらも遅延が発生する場面に出くわ,す出くわしたのでもし iPad の購入をアップルペンシルでの利用を前提として考えてらっしゃる方がいらっしゃったら必ず店頭でアップルペンシルの使い勝手を確認されることを おすすめしますあの、まあ、なんだかんだ言っていろいろ言ってきましたけど結論としてはこの価格差を考えれば今回の iPad ってもうそのプロののの廉価版ととしては最高のデバイスだと思うんですよその業務で Apple Pencil、まあ、含めてガリガリ使いたいとか iPad をゲーム機として使いたいっていう方はまた別ですけどそれ以外の方だったらまず間違いなく iPad が最高の選択肢なんのは間違いありません。 以上です。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。